はい、今回のスタート地点はですね、水族館横ですね、から、です。今日はですね、1月4日2023年ですね、時刻はね2時21分はい、こっからですね、左に行きます。すいません、今無意識に口の中に龍角散のど飴を入れましたけども、すいませんね。まあいいですがね、もう入れたもんだしょうがないですよ。今年もですね、あれですね、まあ左に行きます。あればっかり言ってますけど、テレビはほとんど見ませんでした。去年の大晦日ほど面白くない、テレビ番組が面白くないのはなかったという感じがしましたけどね。もうその流れでですね、正月もずっとあれしなくて、まあ編集をしてたっていうのもあるんですけどもね。ちなみにこの右の方がですね、2年も3年ぐらい前なのかな、ドルフィンポート跡地。なんか今あれによると、鹿児島市と鹿児島県がここにサッカー場を作るというような感じしてますけどもね。ただまだ決まってみたい、いないみたいですよ。で、まあ私の友人にもやっぱりそういうのに興味を持ってる人間がいて、ここの、活用法っていうんですかね、まあ彼曰くここにそういう建物を建てちゃダメだっていう話をこうまあそのあれですよ、拳を振りかざしてっていうんじゃないけど、淡々としたあれでですね、いわゆる県外目線っていうんですかね、それでですね、そういう理由だからここにそういうのを建てちゃいけないよ。こう左行きます。まあそういう話をしたりですね。それで、あれですよ、私の友達は何ですかね、結構鹿児島のことを考えてるみたいですよ。私はほらもう風景としてのですね、鹿児島のいいところをこう紹介しようとこうしてるんですけど、彼から言われるとですね、ちょっとね耳が痛いっていうのがあるんですよ。どういうことかっていうとですね、お前がその一箇所だけですよ、鹿児島いろいろ見るところあるでしょう、一箇所だけその友達を、鹿児島が初めてっていう友達、そしてその人はにはすごくお世話になったって、その人をどういうふうにあれでどこに連れていくかって言われるとですね、返答ができる。あ、ここも左行きましょうかね。おまかせテレビのほらこうドライブ動画はですよ、自分のあれで、はい、左行きますからねとか、あ、右行きましょうかとか、ほんでここに来たのはですね、ここは左側ですね、あれですよって、高速店、昔の何ですかね、水中浴船、今何て言いますかね、高速艇って言いますけ、ああやっぱりですね、今から行かれる方、里帰りじゃないですよね、今からあっちの方に渡られる方が結構いらっしゃるんですね。ありがとうございます。いやいや、歩行者の方が渡ろうとしたから、どうぞって言ったら、いや向こうの方が2度ぐらい、どうぞって言われましたからほんでちょっと止まったんですけどね。あ、ちなみにこの辺はね、何十年か前はですね海ですからね。でまあ
こんな風にですよ、あのおまかせテレビでほらドライブコースの中で油分はもう自分の好きなようにできるんですけど、一箇所だけ、って言った時はここにややっぱりここじゃないですよね。ほんでまあその友達の中で私が言うには、この前までは、白山のちょっと待ってくださいね、あ、ボンタンアメノですね。コマーシャルいいですね。今まではそんな別にあれもしなかったけど、本当はあの何ですか、あのいわゆるそのさっきの友達が言うた何け、リスナー目線って言うんですかね、視聴者目線、それからその、初めての、まあ、県外目線でですかね、そういうので言うて、言ってそういう人なんかの中で、ボンタン雨って何っていう、ボンタンの形をしている雨なのかっていうやつ。だけど、私なんかも小さい時からこう知ってますし、食べたりしてますから、ボンタン雨ということに対しても、その、全然反応しないんだけど、こう見てる方の中では、コメントにはこう書かないけれども、ボンタン雨ってどんなんですか、どんなんだろうって思っている人は結構いると思いますよね。まあ話がちょっとあれしましたけども、この前まではですね、私はその、もし考えたことなかったですよ、なかったけど、急に、どこを紹介するって言われた時に、まあパッと思い浮かぶのは、その白山のから見た鹿児島の市街地、左側に桜島があって、で、その眼下にはこう、ずっとこう繁華街がずっと連なってて、で遠くには天気がいい日やこう開門だけが見えるというあれだから、そのもし一人だけ、いや一箇所だけあれするとしたらそこだって言ったら、友達がなんか笑うわけですよね。ほらねみたいな感じで、ほんでないごいよって言ったら、別なところが、別なところがあるけって言ったら、いやって、多分お前ならそこを言うだろうなと思ってたっていうわけです。でなんでかっていうと、あ、ここ右行きますからね、私がほら、昔からこの映像に関わってるのを知ってるし、で私が何回かですね、桜島のその八千の白山展望台のいわゆる、こっからの眺めが鹿児島の、ベストポを見る時のベストポジションだと。記念撮影をするんだったら、あ、ここですよみたいなのをこう動画を上げたんです。でそれを見てたのですらしくてですね、で、でなんでよって言うから、だいたいよって、旅番組で鹿児島、今日は鹿児島の鹿児島からお送りしますという時はだいたいトップカットはそこだって。でそこに、芸人さん、そのいわゆるレポーターがこう立って、皆さんここはどこか分かりますよね、はい、後ろには桜島、そして遠くの方には、薩摩富士と呼ばれる、開門岳も見えますよね、で今日のゲストはこの方です、必要な感じで大体が始まるんです。でそうしたらその彼が笑う、笑ってで言うから、お前どこ、ほんだったらお前どこあれするかって言ったら、彼はね仙外苑だと言ったんですよ、前ですよ。で私がほら仙外苑に行く前、この前去年の11月かな、仙外苑の年間パスポートを買う前ですよ、その前、だから1年ぐらい前ですかね、友達がそんな言ったのは。そしたら、鹿児島の
何を語るにしても島津の左行きます。何を語るにしてもですね、ここあれ伊豆路交差点ですね。ちょっと待ってくださいね、その島津の殿様云々はここを通り過ぎてからあれしますからね。鹿児島のですね、何を語るにしても島津の殿様抜きには考えられないぞっていうわけです。それからですよ、私がですね、彼の話をですね、私はの話しゃべるよりかはね、聞く方が好きなんです。あ、ここはちなみに天文館で、左側がもう話題にも上らなくなったけど、センテラス天文館ですね。だけどその友達が言うセンテラス天文館、まあ県外目線ですね、県外目線と、そうですね、鹿児島の発展を願うってい うあれの、意識の強い男から見たセンテラス天文館と、私が思うセンテラス天文館、これから行く、中央駅付近というのは違うんですけどもね。いや、そのね、友達が1年ぐらい前に、まあセンテラス天文館ができる前ですけども、私がここにセンテラス天文館ができて、そしたらセンテラス天文館のを中心にして、天文館の人の流れが変わりますねみたいなことを何度も言ってたんですよ、動画の中で。そしたら彼が曰く、そうかなみたいなことを言うわけです。いや、責めませんよ、私の意見に対して違うと言わないし、自分はこう思うとも言わないんですよ。そうかなって言うわけですよね。だからもうそのままになってたんです。そして実際ほらセンテラス天文館がこう、オープンしてこう来てみてる、ここを通るんですけど、ないんですよね人通りが。センテラス天文館に吸い込まれるように人が行く、そこに人が集まるっていうのがないんですよね。そこか、その辺ですよ。だから最近私が自分の考えがこう、考えが変わるというかですね、見方が変わる、見方が変わって、あ、なるほどなっていう、あ、そうかって、それまで相手が言うことがよく分からなかった、分かろうともしない自分の考えっていうのがありますから。だからそういうふうに人の考えを拒否するわけでもないし、ただ聞くのは好き。ほんでたまにこう、なんで、どうして、ってそのどうしてそう思うのとか、ほんでどうしてそういうふうに、思うようになったのとか、ほんでその気持ちは変わらないのとか言うみたいな感じで、ほんでさらにもしこうだったらどうするっていうようなふうな質問形式でずっと話をこう聞くっていう、相手の話を引き出すっていうのは好きだったんですけどね、自分が中途半端に、今から行くペデストリアンドッキにしても、ペデストリアンデッキができたらこの、アミプラザから、あれやなんけ、ライカ1920に行くこのところにも人があふれるようになって、今はちょっと寂しいけどこのライカ1920も、本来の、最初ほらコロナっていうのはその頃、建設当時は考えてもいなかったでしょうからね。だからもう世界がコロナに、翻弄され、新型コロナに翻弄されてるんだけども、でも、まあ彼といっても一人じゃないんですけどもね、
彼らと言った方がいいかな。それとあれですよ、あの昔聞いた話、それこそ中学生の頃聞いた、先生が、ヨガかお前たちはっていい君たちはって言うあの話ですよ。もうそれこそもう60年ぶりぐらいに思い出した言葉とかですねあるんですよ。でそうして、見るとそうですね、ちょっと話をまとめましょうか。ダラダラしてるけど、ちょっとコメントで、テロップでまとめられないかも。だからもう最後であれするけど、要するに私の方のこのドライブ動画と歩き動画はちょっとやっぱり目的意識を持ってですねあれします、するようにしますからね。ほんで説明はできません。何度も言うみたいに知らないんですからね。ほんで、今更こう調べてやってもそれはもう他の人が調べたことであって、その何ですかね、それはもう自分はしたくないですからね。人のが調べたのをそのまま使うっていうんじゃなくて、自分が感じたことを、疑問点をですね自分で解決しようかなと思いますよ。友達が言ったその、一言言えば「ザ・鹿児島はどこよ」って、ここが鹿児島だっていうところ。ほんでじゃあそこに鹿児島に来た観光客が殺到したらどうなるのよって言われたんですよ。その、白山の よく出てくるでしょ、さっき言ったでしょ、その左手、桜島、ほんで錦江湾の手前が市街地、ほんで右側がこの辺りも映ってるかもしれませんね、広いレンズだと。ほんであれも見えるという、だったらほんじゃ鹿児島に来た人がみんな白山のあそこに行ったらどうなるのよって言うと、実際私はそこを車で通ってますから、狭いんですよ。ほんで何ですかね、こう、カーブがきつい。でそこにそうですね、普通の一般の車が30台、それから大型バス、観光バスが、5台ぐらい来るともう駐車場いっぱいなんですよ。そうしたらですね、あここ左行きますからね、そうなったらあれですよ、次に来る、次にその、頂上展望台から鹿児島桜島をバックに記念撮影を撮りたいっていう、人たちを乗せた車はですね数珠つなぎですよ。もうねバックもできんっていう感じ、はい、ここ右行きますからね。そうしたらですよ、ほんでちょっと待ってくださいね、友達が言うわけ、前ですね白山観光ホテルで結婚式があった時になんか自分はタクシーに乗って白山観光ホテルに行こうとしたんだけど、ちょっと待ってね、このここ行けるかな、はい行かしてもらいます、はいありがとうございます。ここ右行きますからね、白山観光ホテルに行こうとしたんだけど、その車が数珠つなぎになって結婚式に遅れたっちゅうんですよね。だいぶ早めに行ったらしいんですよ。いや今日はですねこの、ロータリーの方に行こうかと思ったけどやめます、こんなにつながってますからね。はい、さっきのほらペデストリアンデッキはその今この車列の上の方に立体交差点みたいにして、こういや陸橋みたいにしてあるでしょう。だから友達が言うわけ、そんなにねないだろう
思ったほど人通ってないよなっていう、これは私を皮肉ってるんじゃなくて、だからその見てください、本当ね、あんまりね通ってないですもんね。だいたい人自体がいないんです。まあ今日は1月の4日ということもありますよ。なんだけどね、人自体がいない、ほとんど今観光客はいないですからね、ということはこの辺りを歩いている人のほとんどがまあ鹿児島県民、鹿児島市民だなんですよね。鹿児島市民自体がだいたいこういうところに出てきてない、天文館にしても。思って鹿児島市民も行かないところにお前誰を連れて行くって言われましたよ、本当に。まあこんな強いあれじゃないですよ、私がちょっとそう言い方があれなんだけど、じゃないねっていう。ほんで、だから私がさっき言ったみたいに、それじゃあ、これからのあれですよ、観光地も、紹介します。観光客が戻ってない時もします。で、観光客が戻ってきてからもします。やっぱりそのね、対比をやっぱり見ないとですね、最初の頃はその観光客がいっぱいですよ、皆さん喜んででしょう、だから皆さんのもう鹿児島に来てねって思ったけど、ちょっとそれはね、ちょっとね、違うんじゃないかなと思って、観光客がワイワイいなくても、そこの、風景を見た人が自分がもうそこに行ってみようっていうようなですね、あれをね、あんまりその映像に加工し、映像を加工しないの、脳王じゃ、脳王だけじゃないですね、脳もやっぱ強調したのも作りますよ、観光ビデオみたいにですね、しますけどもね、まあそういうことですね。またすいません、口の中にはね、あのあれが、さっき舐めたあの龍角散のダメがですね入ってますけどね、いやここであれしてもいいけど、せっかくですから、ほら、あの前の方に市立病院が見えてきましたからね、はい、ここの市立病院でですね、の前でお開きになります。ありがとうございました。